はい、どうもさん、こんにちは。 TI クランのプライスと申します。先日ですね、15日の午前2時にアップデートが来まして、でこのアップデートからですね、結構さまざまな不具合があるっていう風に昨日動画にしました。でこの不具合がですね、現在でも治っておらず、さらにですね、このサーバーの不調による被害者っていうのは結構大人数になってきているんですね。で今回はその現状っていうのを伝えながらですね、ユーザーからどういった意見が出ているのか、そして現状、僕自身が昨日ダイヤ隊に行って体験したその現象っていうのをですね、詳細に報告していこうと思います。でこの中で、代表的な、この不具合の中で代表的なものなのが、ゲームクラッシュによる RP 損失バグなんですけども、これはもはやほとんどのプレイヤーに起こっていると言っても過言ではなくてですね、で自分も昨日ダイヤランクでその現状を目の当たりにしました。そして先日のアップデートから続くサーバーの不調によりまして、現在 APEX をまともにプレイできない状況が続いておりまして、今現在でもこれ修正の見込みは立っていません。そのため今回のこの不調の原因、そして具体的にどのような現象が起きているのかについてを、さまざま考察そして解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしましては、 APEX 過去最悪のサーバー不調、ユーザーの不満が爆発している件ということで、今回はこちらをね、取り上げていこうと思います。でまず一つ目にですね、このサーバー不調の具体的な現象っていうのをね、話していこうと思います。これは先日15日に入ったエボリューションイベントの際のアップデートから現在まで継続している問題なんですけども、APEX のサーバーが現在アップデートの影響によって不安定な状態となっておりまして、でラグやクラッシュなどでまともにカジュアルやランクがプレイできないような状態となっています。しかしですね、この原因を運営は発生直後から調査中としながらも、いまだにサーバーの不調の原因っていうのにはたどり着いておらずにですね、一度修正アップデートを入れてもそれが機能しないまでに陥っておりました。そんな中でアップデートから丸2日経った現在でも、当初とサーバーの調子はあまり変わっておらずにですね、ランクやカジュアルでは依然としてラグやクラッシュが続いております。でこちら実際の、自分が体験した映像です。あ、弾抜けた。青青1人いるよ、目の前。弾抜けた、ラグってこれ結構やばいわ。これブラ割りかけ。勝ちました。ガチ、このパターンは多分落ちた。この薄暗い待機画面は落ちた証だわ。俺も落ちたな、これ。重すぎこの人。あ、また来た、このうっすら顔が見えてフリーズする現象。あーあーあーマッチホーキペラついたんだけど。うわ、あーすごいね。なんかだって、あ、ジャイアンさんが行ってしまった。あー行ってしまわれた。あ、俺マッチング、あロビーに帰ってきました。あのホーキペナルティー食らいました。マジ非常に大きなペナルティーを。こんなペナルティーされる？こんなペ、こんなペナルティーされるの？あー、はい、こんな感じでですね、ラグやクラッシュがただ発生しているような状況でありまして、現在ランクマッチを回すのは非常にリスキーなことになっているんですね。で以前からアップデート、もしくはシーズンの切り替わりごとに APEX のサーバーが不調だったんですけども、今回においてはシーズンの切り替わりでもなければ、スプリットの切り替わりですらないんですよ。なんならフォートナイトのですね、これ新シーズンとも時期が被っているんですね。そのためこれに関しては人工過多が原因でサーバーが破壊されたものではない可能性すらあるんですよ。でこれっていうのがですね、今までこの切り替わりですね、シーズンの切り替わりによって人口が一気に増加した原因で、これがね、サーバーがパンクして、でそれによってサーバーが落ちる、もしくは不調になってしまうっていうことが今まであったんですけども、今回に関してはですね、丸2日経った現在でもこれがね、未だ当初と状況が変わっていないんですね。そのため、これに関しては、正直、どうなんですかね、正直人口によるこのサーバーの不調ではない可能性が結構高いんですよ。しかしですね、こんなことがあるんですけども、これによって RP が数百単位でマイナスされた人だったりとか、あとラグが原因でまともに立ち回れずランクを落とした人など、
この騒動が原因で被害を被った人数っていうのは計り知れないわけですね。そのため今回はユーザーが APEX 公式 Twitter に寄せた意見、そして自分自身の元に届いた意見など、まあ、一般プレイヤーの声を今回は紹介していきたいと思います。でこちらに関してなんですけども、まあ、もしね、自分も同じようなバグに遭遇しただとかね、まあ、逆に、まあ、このバグに対してもし何か意見がございましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せいただければ幸いです。で2つ目にですね、こちらユーザーの意見っていうのをね、まあ、様々取り上げていこうと思います。でこれがですね、まあ、APEX の公式 Twitter に寄せられた意見だったりとか、また自分自身の DM に届いた意見など様々紹介していきます。ではまずユーザー1人目です。とりあえずランクマッチを1週間延期してくれ、まあ、そういった声が、こちら届いておりました。でこちらがですね、要するにこれ RP がマイナスされたりだとか、また逆にですね、このリスクを鑑みて APEX のランクは回せないってなってしまうと、今から追い込みをしようと思っている人たちにとっては結構これは本当にまあひどい状況なんですよ。だから、まあ、そういった点において、まあ、これですね、ランクマッチを1週間延期してくれないとですね、まあ、自分たちにとってはついつまが合わない、そういった意見を持っている人もいました。次にユーザー2人目です。 APEX は毎回のアップデートごとに同じ過ちを繰り返している、お金を払うからサーバーを強化して、こういった意見を持っている人がいました。でこれがですね、まあ、そもそもなんですけども、 EA っていうのはですね、まあ、この、資金に関してはですね、どこに費やしているかわからないんですけども、まあ、とにかくですね、他の EA のゲームタイトルでも同じようにですね、本当にゲームのこのサーバーによる不具合っていうのがめちゃくちゃ多いような、会社なんですね。で、まあ、これがですね、 APEX ももちろんこれ例外ではなくてですね、まあ、今回のようにまたですね、まあ、以前から続いてアップデートごとのサーバーの不調のようにですね、本当に毎回毎回こうやって、同じような感じでサーバーの不調っていうのが繰り返されているわけですね。でこれによって、まあ、以前までは APEX に接続できないっていうのだけだったんですけども、まあ、今回はですね、ランクシーズンの、まあ、スプリット終盤、そしてアローコとかですね、まあ、このランクの RP が勝手にマイナスされる、そういった本当にあってはならないようなですね、不具合が起きているわけですね。だからそういった点においてはですね、まあ、このユーザーっていうのは非常にそこに不満を持っていて、だからお金を払うから、だからサーバーをとにかく強化してくれ、こういった意見を持っている人もいました。まあ、ただですね、 EA っていうのは同時に人口が多い、まあ、結構ヒットタイトルを作ることでも有名なんですね。だからそういった点においてはですね、まあ、この人口過多も原因があるんですけども、しかしですね、まあ、この人口に、まあ、合わせてサーバーが強化されないっていうのにも一つ原因があると思いますのでね、まあ、このサーバーの、まあ、強化に関しては、まあ、早急に行ってほしいところであるといった意見を持っている人がいました。では次にユーザー3人目です。RP 返してくれ。次にユーザー4人目です。これは海外のプロゲーマーですね。このような状況になるくらいだったらアップデートを元に戻した方がいいように感じる、プレイヤーの 90% はこの事象に納得していない、そういった意見を持っている海外のプロゲーマーがいました。でこちらがですね、まあ、この、アップデートが起きてから、まあ、正直ですね、まあ、いいことがなかったと。だから、まあ、これが起きるくらいならまずアップデート前の状態に戻した上でですね、この、アイテムまたはですね、こう何が悪さしているのかっていうのを詳細にデバッグした上でアップデートをリリースしてほしい、そういった意見を持っている人がいました。でこちらがですね、本当にそうだと思いまして、でこれがですね、ちゃんとこのサーバーがどういったアップデートして、でどういったアップデートが来た際にですね、こちらの不調が起きるのかっていうのを、おそらくね、毎回毎回同じような状況になっているので運営の人ってデバッグしきれていない可能性が高いんですよ。だからそういった点においては一回元の状況に戻した上で、まあ、再度ねデバッグを行ってほしい、こういった意見を持っている人がいました。でこんな感じですね、様々意見があったんですけども、もし皆様なりのねこちらに対する意見がございましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。といった感じで今回の動画は以上となります。まあ、もうすぐねランクシーズンスプリット終わってしまうんですけどもね、このスプリットが終わるまでにこの状況が改善されることを願っております。それではね、今回の動画 TI からのプレゼがお送りしました。こちらの動画ね参考になったって方いましたらね、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。